空を飛びたい、操縦もしてみたい、できれば自分の手で飛行機も作りたい。空を飛ぶ夢をいっぱい乗せた飛行機が毎年夏アメリカの小さな町へと集まってきます。押し越しの航空ショーは飛行機好きの人々のための祭典です。商業用や軍事用の航空ショーが飛行機の売り込みが目的なのと違って、ここは自分たちの飛行機を見せ合う場。ショーの主役は小型飛行機です。こちらは手作りのヘリコプター。しかもジェットエンジンをつけてスピードも出そうという画期的な設計です。設計と製作はドン・ヒルバーグさん、本業はヘリコプターの整備士です。1年前にこのジェットヘリを完成しましたが、初飛行でバランスを崩し飛行に失敗しました。それから1年、今年は押し越しを目指してテスト飛行に再挑戦です。こんな小さな機体にジェットエンジンをつけたヘリコプターは世界に1機だけです。他の人の真似をすることはできないのです。なんとか地上から浮かび上がりました。しかし安定した飛行にまではなかなか行きません。Controllability is good. It's just we got to chad wick it and get the thing balanced after you, because it's the first time it's been up in a year.押し越しの航空ショーの正式名称は EAA フライインコンベンション。 EAA の E はエキスペリメンタル、つまり手作り飛行機の協会が主催するショーという意味です。そして EAA の本部のある兄さんたちが始めた EAA の存在がありました。 I would like to see it will go here, but I would like to see other similarconventions throughout the world so that people who cannot come here could share the love for flying, a love for each other as human beings, and take the knowledge that we have, the quality in working with head, mind, and hands, be creative. And this can be done through freedom, if we have the freedom from government.毎日のショーが終わるのは午後6時。夕日が西に傾くと小型飛行機より小さいウルトラライトプレーンの時間です。航空ショーも終わりに近づいた頃、車に自作機を積んでやってきた人がいました。ジェットヘリに挑戦してきたドン・ヒルバーグさんです。カリフォルニアから丸2日間トラックを運転しての押し越し入りです。エンジンの調整を済ませ、ようやく押し越しに間に合わせました。
観衆の見つめる前では初めての飛行です。低空での回転はうまくいきました。前に飛ぶのも快調です。小型のジェットヘリが押し越しを初めて飛んだという栄誉を手にした瞬間です。飛行を終えたジェットヘリの周りにすぐホームビルダーたちの輪が生まれます。It gets a little nervous. It's my first time here. It's really overwhelming. I've never been to a place like this where everybody's running around and flying the helicopters and the new gyrocopters and the guy that won the jumps takeoff thing with the PRA. I mean, really interesting. I want to see as much as I can, do as much as I can.That's what Oshkosh is for. Come out here and see and do and all the new neat and stuff. You know, got to do it. また子供たちの体験飛行から宇宙への夢まで、そしてまたこの飛行機を作ったりヘリを作ったりという、いや、空の世界は広いんだなと実感したんですね。